さあ、では始まりました。むちゃさんチャンネルです。さあ、今回はですね、小学生の時に好きだった体育の科目ランキング、嫌いだった体育の科目ランキング。科目っていうの？体育の科目っていう？体育の競技、球技のランキングが出ておりますので、そちら見ていきたいと思います。小学校の時の体育ね、いや、全然記憶ないけど、ランキング見たら思い出すかな。見てみますね。じゃあ、まず嫌いなものからいきましょう。第27位。日本の民謡、ソーラン節など、あーなんかね、あ、どっこいしょー、どっこいしょーってやつでしたっけ。僕の小学校はね、ヤギ節ってやつでしたね。トゥ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 みたいな、そんなやつだったと思う。別に好きでも嫌いでもなかったかな。まあ、どちらかというと好きだったかもしれないですね。なんか運動会の時に踊るやつだったね。確かに、やったね。そういえば。第26位、スキー。スキーがあるだけ羨ましいわ。雪国でしょうね。僕は高校の体育でスキーを取ってますね。あれは楽しかったですよ。学校の時のキャラとは別になる。あの、学年関係なくて行くやつだったんで、別人になってましたね。25位、バドミントン。あー、バドミントンはなかったな。嫌いな人いるんだね。24位、ストレッチ。ストレッチ？ストレッチって科目？ん？ストレッチだけでやるっていうのはなかったけど、なんか準備体操みたいなのではあったけど、あの、マット運動の前にやってた気がするな。次、ポートボール。あったね。ポートボール嫌い？バスケットボールがゴールに対して、ポートボールってこんな感じでさ、人がやるんだよね。なんかオーストラリアかどっかでなんかすごいテレビでやってて、ポートボールやってんのテレビでってめっちゃビビったの覚えてるな。楽しかったと思うけど、なんかね、ゴール役の人がかわいそうだなって思ってた。シュート来ないとさ、動くこともないからね、出番ないから、なんかいつも背の高い人がやってたんだっけな。だからゴールやったこともないな。次、ラジオ体操。ラジオ体操か。あんまり体育の時間やったっけ。まあ、やっぱこれも運動会の練習とかですね。リズムダンス、ああダンスね、はいはい、今はやりますもんね、時代的に。昔はなかったな。縄跳び、ああこれよく言ったんですけどね、縄跳びいつもね、みっくんのねやつを数えなきゃいけなかったからプレッシャーだったんですよ。縄跳び嫌いだったわ。縄跳び自体は別にできなかったから、まあ好きでもなかったけど、まあ普通の人よりは二重跳びとかできる方だと思いますね。まあ体力ないけども。でも、その三上くんがね、何百回と跳ぶからさ、そのミックの横で数えてなきゃいけなかったっていうのがね、大変でした。これが縄跳びの思い出。キックベースが19位。キックベース好きな人いるイメージだけどな、多かったイメージだけどな、好きな人。サッカーやってる人とかね、すごい。なんか活躍できればって言って、まあ、自分は別に全く得意ではなかったけど。続いて18位、フォークダンス。てってるるるるってやつか。フォークダンスなんかあったかな。もしかしたら体育とかであったのか。いや、やっぱこれも運動会だろうな。17位が走り幅跳び。まあまあまあ、嫌いな人は嫌いだよね。16位、走り高跳び。あー、なんかね、走り高跳びもずっと見てなきゃいけないっていうのが、まあ確かに面白くないよね。その飛べてる人たちがさ、ずっとやるわけじゃん。それで、それを見てなきゃいけない。ペリーロールとかなんかあったよね。こうやって、ビューンって飛ぶ人がね、いて、一人。その人がずっと1位でしたね。まあ、小学生ですから、普通にこう足でこうってね、飛ぶのよりもこうやってやった方が絶対飛べるんで。身長ない分。それをなんかずっと見てなきゃいけなかったっていうイメージ。続いて15位、大縄跳び。まあ、大縄跳びはね、好き嫌い分かれるよね。うまくいけばさ、楽しいけど、一人一人行くやつとか、何人もで飛ぶやつとかね、うまくいかないと面白くないもんね。第14位、ソフトボール。ソフトボールなんかなかったな。小学校の時、大きいボールでなんかやってんのあった気がするな。手で打つやつ。第12位、サッカー。ああ、嫌いな人多いんだね。好きな人多いと思うけど、中学の球技大会がハンドボールだったんだよね。それがなんでだったんだろうって。そう、キーパーやって、なんか突き打したんだよね。それよく覚えてるな。続いて、12位、バレーボール。はいはいはい。これは、千葉の田舎に引っ越して一番最初の体育の授業がバレーボールだったような気がすんな。初めてやった。なんかでもやっぱ、バレー部の独壇場みたいになってましたね。次、ハードル走。あ、ハードル走で、これ結構好きでしたね。中2の時。やって結構いいタイム出したんで、中1の時にとにかく友達と遊ぶのがサッカーばっかりで、中2の時だけそれでめちゃめちゃ運動させられて、中2の時だけ運動できたんですよね。その後はできません。第9位、倒立。倒立科目？え、倒立なんかあった？マット運動じゃないの。67票もある。第8位、バスケットボール。あー、バスケね、高校ではあったな。他はやった記憶がないかな。
高校の体育でやったな。第7位、短距離走。まあ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 、わかるね。嫌いな人は嫌いだよね。第6位、ドッジボール。ドッジボール体育でやった？あんま記憶はないけど。ああ、まあ、小学校の時やったか。昼休みってイメージだよね。昼休みにやってたよね。うち、硬いボールと、そう、柔らかいボール両方あって、柔らかい方がよく使われてた記憶があるな。第5位、鉄棒。もう第5位になると100票いってるね。まあ確かに鉄棒は嫌いな人は嫌いだね。逆上がりとかね、できないと。足掛け上がりとか、なんかいろんなやつあったな。できる、できないってなんかね、表があってつけていくんだよね。これ、なんて言うんだっけ、この、グイン。って言って足を置いてさ、グインって言って飛ぶやつ、なんかあれ好きだったな、やんの。第4位、飛び箱。あー、まあそうだよね。やっぱ飛び箱飛べないとめっちゃ嫌いだし、怖いしね。なんか小学校の時飛べたんだけど、中学校になったら怖いって思ったもんね。なんかってなった。教育実習で飛び箱、体育、やった時飛び箱だったんだ。あの時も怖かった。まあ、ただ体が大きくなってたから、中学校1年の時の怖さよりは全然大丈夫だったけど。続いて、マット運動、回転技など。回転技？マット運動ね、まあ、好きでも嫌いでもなかったな。なんか退屈だなっていうのはすごい思ったね。できないやつはできないからさ、練習したって無理だよと思いながらいたの覚えてるわ。側転とかはできるけど、ロンダートとかっていうのもあったよね。でももうそこ以上はできないからさ。あとハンドスプリングか。ハンドスプリング足つったな。3点倒立とか、そう、左手がね折ってるんで弱いんで、もうだからなんか倒立系のやつとかやると左が崩れちゃうっていう。続いて水泳、112票。あ、水泳は嫌いだったな。泳げなかったからね。泳げない人にとってはつまんないからね。何も面白くない。水飲んじゃうし。ね、ただビート板噛んでね。あんまいい思い出ない。しかも夏休みも行かなきゃいけなかったから、水泳って嫌だった。測定のやつとかすごい嫌だった。泳げないからさ、ランク付けされてさ、それスイミングが通ってる人たちはね、こうずっと泳いでるのにね、楽しくやってたけど、私は嫌だなって思った。第1位、持久走、シャトルラン。持久走とシャトルランって違くない？持久走は高校の時やったな。5キロとかだったかな。嫌だったね。めちゃめちゃ嫌いだった。すげえ疲れんだもん。なんかもう野球部とかサッカー部がもうブワーって走って独走してたイメージだな。あっという間に終わっちゃうっていうね。一生懸命時間かかって、すげえ疲れてゴールして、で、さらに遅い人たちをずっと待ってなきゃいけないっていうね。すぐゴールしてた人たちは一体何してたんだろう。ここ無駄な時間多いよね。シャトルランって、こうダダダダダダって走って、戻って、走って、戻ってみたいなやつ。これ持久走とは全然違うと思うんですけど、シャトルはね。まあ確かに辛いよね。嫌いなやつのね、票ってすげえ多いんだね。皆さんはどう思いますか？どの競技が、競技って言わないかな、これ。嫌いでした？はい、それに対して今度は好きな方ですね。好きな方は票数が上位あんま多くないね。24位、フォークダンス。あ、フォークダンスさっき出た。リズムダンス、走り高跳び、ポートボール、ハードル走、ストレッチ、走り幅跳び、ソフトボール、バレーボール、持久走。あ、好きな人いるんだね。15位。だから乗ってるものは同じなんだね。好き嫌いがやっぱ分かれんだね、体育ってね。ラジオ体操14位で、鉄棒12位大縄跳び、11位キックベース。あ、そうね。10位マット運動。あ、マット運動好きな人は好きなんだね、やっぱ。9位サッカー、8位バスケットボール。この辺はやっぱ好きな人多いよね。7位にリレー。まあ盛り上がるもんね、リレーってね。なんか運動会で抜かしたりして盛り上がったよね、そういえばね。教育実習でも盛り上がったな。実習生 VS 野球部やってね。アンカー走らされて嫌だったわ。最後野球部に抜かれるって。そうそう、うちの教育実習してた人、めちゃくちゃ運動できる人だったから、バスケとか、でもね、全国大会行ってる人だったんで、その人が一番手に走って超速くて、そう、だから、野球部に学校一速い子が行ったんだけど、その学校一速い子より速いんです。その実習生がね、それいいのか奪っちゃって、その、なんかいいところとか思って。で、そっか、4人で走んなきゃいけなかったら、実習生3人に対して、もう一人なんか、速い先生がいて、ね、1位を死守して、こう、実習生がやってきて、ね、最後、私が野球部に負けるっていうね、抜かれる。あったな、そんな。まあ、嫌いだったね、リレーは。緊張するから。6位、バドミントン。バドミントン好きな人も多いんだね。5位、短距離走。あ、短距離好きはいるんだね、やっぱね。50メートルとかね。3位、縄跳び。あ、縄跳びって楽しいか。同率3位が跳び箱。あ、跳び箱はやっぱ好きな人は好きなんだね。飛んでるだけでも楽しいのかな。なんか、でんぐり返りするやつとか、ビョンって、こう、ぐるんってやるやつとかもあったな。頭ついて、ボンとかであったな。危険は伴うよね、今思うとね。いや、怖い人たちにとっては恐怖でしかないよね、本当に。まあ、モンスターボックスだよね。超高いやつとかだったら楽しいかもだけど。
もっと怖いか。2、水泳。やっぱ水泳好きな人は好きなんだね。確かに学校とはなんかかけ離れた、勉強とはかけ離れたものを味わってる感覚はあったかもね。で、ただ終わったらめっちゃ眠くなるっていうね。で、1位がドッジボール。ドッジボール人気なんだね。意外。まあ、好きな人は好きか。まあ、盛り上がるもんね。休み時間やるぐらいだもんね。はい、という感じでした。皆さんはどの科目が好きで、科目なのかこれ。どの競技が好きで嫌いでしたか。はい、ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.